今日8月6日ですね。手術してから7月4日に手術したので、手術してから32日ですね、経過 しました。どのくらい自分ができるかちょっとやってみたいと思います。リフティングをやってみたいと思います。普通のリフティングはできるんですけど、でもまだなんだろう、気がついてますね。やってみたいと思います。できるかな。痛い。アウトサイド痛い。あ、2回できた。ネックロールできてます。あ、ダメ。ネックロールが痛いよ、これ。ですね。リボルブ。ああ。回してみようかな。ああ、痛い。まだネックロールはあれですね、痛いですね。やっぱりアウトサイドもやっぱり上半身こうひねるので痛いですね。あ、32日経ちましたけど、あ、ちょっと全然なんだろう、 10% かな、前よりもそんな感じがしました。